全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コーダッシュはぬかぎくに男ミルソルジャー。まず何がいきますか。内から押して8番インパストミュー、10番レッフーザ譲りません。その後は5番赤レンガテラス、13番ホストドラバレー好位をキープ。内側4番マルマイン。各馬1コーナーを目指します。少し差が開いて9番ミストガバマン、4馬身相手12番ディープスター、内抑えて6番ネムロさんは祭り、3番ぬかにくに男、この辺りが中段。内から1番記憶の個室、その外2番しずね、外を抑えて14番ハッティーソング。これから向こう上面に入ります。1馬身相手7番赤身リバーシブル、外から11番カズノステップ、続きまして16番コロチンデジャブ。 1000m の通過タイムは1分1秒0。一馬身相手15番ミルソルジャー、その外18番ミニーハナ、17番ヒクトゥブミナール、最後方に控える。冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭はボストドラバレーヌ、差がなく10番レッグーザ、8番インパストミュー好位をキープ。これを見るように内側5番赤レンガテラス。各馬大欅の向こうを通過。内抑えて4番マルマイン、後ろに9番ミストガバマン、少し差が開いて6番ネムロさんは祭り、後ろに12番ディープスター。長い府中の直線 500m に入ります。ホストドラバレー先頭で直線に入ります。2頭の競り合いとなった。残り400を切って、ホストドラバレー、その後からレッグーザ、2頭が激しく競り合っている。レッグーザ差を詰める。ここで先頭が変わった。残り200を切った。レッグーザ頑張っている。2番手はマルマイン、さらにはホストドラバレー、カズノステップを見る。レッグーザ堂々と合輪。勝ったのはレッグーザ、鞍上は古川奈穂騎手。レッグーザブリーダーズカップを制しました。2着マルマイン、3着ホストドラバレー。